おお。すごいな。柔らかい絨毯。うん。感じで。
盛り広くいました。この大きさのね、大体これ一升盛りの麹蓋なんですけど、一升盛りの麹蓋に、布を挟ませて、で、すり切り1杯まで入れて、これで今日で3キロ、だから2升、この中に入りました。一升盛りで、やっていきたいと思います。あ、そこ麺もらうの？次の中仕事が夜になるから、これ煮豚と皿豚ですね。上に蓋をする麹豚は皿豚っていう。あ、そうそうそう。できるだけ空間を大きくしてね。あ、いや、まあ、これをこうするのかと思った。ああ。どっちでもいいけど。ちょっと待って、温度が逃げる方がいいから、ちょっと時間が空くから、だからこれは、あ、こうでした。深い。で、まあ、これ以上湿度が逃げないように布で布で置いて、これで OK かな。今からね、持ったやつを、布の中に持っていきます。よいしょ。
まあ今日使うように3日前に仕込んだ麹があるので、今ちょうどあん中で麹がこう繁殖中、育ち中なので、それを今日出して出来たてを使おうかなと思います。乾燥でもできるんですか？乾燥でもできます。今日は出来たてほやほやの麹です。じゃあ出しましょうか。これ麹を出してみよう。何でも刀とつなげる。